イムソーエキサイテッド、so、は、ペドロ・アルモドバル監督、脚本による2013年のスペインのコメディ映画で、ある。出演は、ハビエル・カマラ、セシリア・ロス、ロラ・ドウエニアス、ラウール・アレバローラ。マドリード発メキシコシティ行きの飛行機は、機体トラブルのため着陸できず、上空に留まっていた。ビジネスクラスのフライトアテンダントであるゲイ3人組は、あの手この手で、 乗客たちを落ち着かせようとするもうまくいかない。そして、個性的な乗客たちの緊張も極限に達してしまい、事態は悪くなるばかりだった。本作は、プリセールスまでにエルデセオによって出資された。撮影は2012年7月9日より、マドリードで始まった。スペインでは2013年3月8日より、封切られた。アメリカ合衆国では、ソニーピクチャーズクラシックスが、 配給権を獲得し、2013年6月28日より、封切られた。ロッテントマトズでは112件の非評価レビューで、支持率は47%、平均点は5.6、10となった。メタクレティックでは36件のレビューで、過重平均値は55,100となった。ありがとうございます。